昨日、名古屋市中区の成田山満腹院に現れたのは、市川海老蔵を改め、十三代目市川團十郎白猿さんと、その長男の八代目市川新之助さん。親子は、おととし11月から歌舞伎座や京都の南座、福岡の博多座など、全国各地で襲名披露巡業を行ってきましたが、来月1日からはついに名古屋御園座で襲名披露公演が行われます。それを前に團十郎家と関係の深い千葉県の成田山新勝寺の